特集です。今月は食品ロス削減月間です。はい、今日は農林水産省が推進する日本フードシフトの話題ということで、松村レオ記者です。はい、日本フードシフトとは、消費者や生産者など日本の食を支える人々が行政と一体となって食から日本を考えようというものです。特に若い世代、いわゆるですね、 Z 世代と言われる世代に今の日本の食料の課題などを知ってもらうとともに、日本の食材を選ぶ行動につなげてほしいという思いも込められているんですね。こうした中、私が注目したのはこちら、白山市の金城短大にある学生と地域をつなぐ小さな畑。どんな取り組みが始まっているのか取材しました。幼稚園児や高校生が集まってきたのは、白山市の金城大学短期大学部のキャンパス。学生たちと一緒に一体何が行われるのでしょうか。今、金城短大では大学内にある小さな畑を地域の高校や白山市の力も借りて活性化させようという取り組みが始まっています。ですが、畑というにはなんだかちょっと頼りない気もしますが、今、水星高校の皆さんが駆けつけて、種をまきやすいように畑を耕してくれています。この日は日頃農業を学んでいる水星高校の生徒たちの力も借りて、学生たちが野菜の種を植えられるよう畑を耕そうという日だったのです。教頭先生も耕運機を持ってきてくれました。この小さな畑、もともとは西南幼稚園の園長でもある金城短大の山田紀子准教授が中心となり、園児が畑作業を体験できればと始めたものだそうです。しかし、最初は野菜を作れるような状態ではなかったといいます。この小さな畑なんですが、ここから食に対していろんな意識を持ってもらって、食べることって大事だよっていうことを身につけてほしいなと思って。ランチタイムの食堂、金城短大では去年からの取り組みとして、学食で廃棄となった残飯などを発酵分解させ堆肥にするコンポストを設置しています。SDGs 活動の一環として、残飯からの堆肥で育った野菜を食べることで食育にもつなげたいという狙いがあります。結構ずっしりしてますよこれ。園児と一緒に作業をしているのは、金城短大畑サークルのメンバー。畑サークルは美術学科の学生が集まる誕生して2年目のまだ新しいサークルです。結構楽しくやってるんで、息抜きみたいな感じになってて、デザインとかでもなんかごちゃごちゃで頭どうしようってなっても、畑でちょっと触ったらすっきりしたりします。美術学科の授業、この日は金城短大を紹介する動画制作の準備をしていました。そもそも畑サークルとはどんな活動をしているのでしょうか。週に2回ぐらいその畑に関する活動はあったり、これまで小さな畑でキュウリやミニトマト、ピーマンなどを育ててきたメンバーですが、本格的な畑作業は今回が初めてです。大変です。4人で4人だから4人で精一杯です。今でバーっていくだけ で、あと機械でガーッと起こすから。すごい、うん、白山市内で野菜作りをしている太田恵子さん。山田准教授から声をかけられ、学生の力になれればとアドバイザー役を買って出ました。みんなで整備した畑に大根の種を植えます。私は小さい時から親に、あの種植える時3粒植える、1つは鳥、虫で、1つは自分のため、だから3粒ずつ植えてって、そういうのに教えられてきて、
人間だけが独占しないということですね。そう太田さんの言葉を聞いた学生たち、大根の種を一粒ずつ丁寧に植えていきました。大根ってどれくらいだったっけ、はい、冬くらい、ここからで12月の最後ら辺、はい、真ん中ら辺で収穫するから2、3ヶ月高校生が教えることは学生さんに伝えるし、高校生に対してできることがいっぱいあると思うので、そういう学び合いっていうのは大事なことなので、収穫の時期が楽しみですね。でかいです。学生たちがさつまいもを収穫、これにはある目的がありました。よいしょ。おお。よいしょ。おお。持ち上がりませんね。金城短大の畑サークルのメンバーが訪れたのは、学生にアドバイスをしてくれた白山市内にある太田恵子さんのさつまいも畑。よいしょ。おお、すごい。山田准教授が太田さんに依頼し、金城短大の小さな畑の整備を手伝ってくれた生徒や、地域の人たちに振る舞うめった汁に入れるためのさつまいもを収穫させてもらったのです。思ったより土が硬くて大変だったんですけど、予想以上に取れたんで良かったです。こんにちは。こんにちは。これがコンポストや。後期の授業がスタートした先月25日、キャンパスには畑作りを手伝った水星高校の生徒や近くの松陽小学校の児童も招待されました。振る舞われたのは太田さんの畑で収穫したさつまいも入りのめった汁と白山市の新米おにぎりです。いただきます。いただきます。めった汁には水星高校の生徒が育てた玉ねぎとかぼちゃも入っています。お味はどうですか。甘い。最高。お、ありがとう。ありがとう。うまい。このさつまいもお姉さんが結構頑張って取ったんだよね。美味しかった。そう、よかった。おかわりお願いします。OK です。やった。おかわりお願いします。嬉しいね。はい。めっちゃ甘くて美味しいです。いっぱい収穫してよかったなって思います。小さな畑に携わることによって学生たちは農業を人ごとではなく自分ごととして考えるようになったようです。やっぱ実際にこういう感じで畑作業してみると、なんかすごい大変さもより身近に感じるし、お家の畑もちょっと手伝ってみようかなみたいな意識ができました。ロスとかしないように、なんか自分の食べきれる量とかだけを買ったりとか意識するようにはなりました。これからもその食を通して残を残さない、それも堆肥にするっていうところを意識して、つながっていけたらいいなっていうふうに思ってます。石川県から日本フードシフト。さてスタジオには金城短大畑サークルの海老江早紀部長と柿本由紀さん、木村美咲さんにお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。お願いします。さあまず木村さんですが、さつまいも掘りなどを体験してみて農業に関する意識というのは変わりましたか。はい、今回体験してすごく体力を使って大変なこともあるんですが、楽しいのでこれからもいろんなものを収穫していきたいと思いました。おー、木本さんは体験してみてどうでしたか。そうですね、普段土いじりとかすることないんですけど、それが逆に楽しかったり、地域の方とも交流してなんか新鮮で、なんかとっても楽しかったです。はい、新鮮なんですね。海老江部長に聞きたいんですけど、今後は畑サークルとして小さな畑を通して地域の皆さんとどう関わっていきたいですか。そうですね、今は小さな畑ではあるんですけど、水星高校の皆さんだったり幼稚園の方、幼稚園の子たちだったりとか地域の方たちと幅広い年齢層の方と交流をしていくことで、より今は小さいんですけど、より大きい畑になっていけたらなと思っております。
本当に小さな畑から大きなエネルギーにあふれていますよね。はい、畑がコミュニケーションを生んでくれますよね。レオさん、今回取材してみてどうでしたか？はい、いやもうね、ご覧いただいた通り、もう Z 世代の皆さん、本当に皆さんナチュラルなんですよね。自然体で、はい、でこう農業に向き合っている姿が新鮮でした。自然体で楽しみながらフードロスの問題などにも思いを巡らせたり、それぞれが無理なく自分ごととして農業を捉え始めているようでしたので、これを広げてほしいなと思いました。取材を通してですね、改めてできることから食や農業を考えることが大切だと感じましたね。さて今回の取材ですが、 MRO ラジオでもこちら畑サークルのメンバーも出演した特別番組を、ね、放送する予定なんですよ。今月25日の午後4時20分から長いタイトルついてますけども、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。さあ、そして日本フードシフトの公式サイトからは、石川県内各局のアナウンサーと、農水省食料安全保障室長の宮永郁夫さんとの座談会も見られます。こちらもチェックしてみてください。ここまで日本フードシフト担当の松村記者、そして畑サークルの3人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。